部屋に入るよ。こんにちは、お客様。お待たせしました。薬の時間ですよ。ん？どうしたの？薬の味嫌いですか？ご安心ください。リンゴを持ってきた。甘いですよ。この後で食べていいよ。さあ、薬を飲んで。あーって言ってください。やったね。よかったです。はい、あんたのご褒美です。明日も会いに来ますね。はい、薬の時間です。ん？そっか。薬の味、悪いですね。土づっかあんたの顔は見たんだ。だからやってみた。苦いですね。でもしょうがないですよね。良くなるためにそれを飲むから。ほら、気分が良くなった後あと5日で退院します。よくあった。じゃあまた明日。ひとしきり薬、ダメ、薬必要だ。よし、またね。お邪魔します。薬の時間だ。はあ、苦い。私ね、他の顧客に結構があるから。泣き言はやめて。はあ、しょうがないな。ほら、開けて。 あんたは私がこれの行う唯一の顧客じゃないからね。これはただ仕事です。仕事。こら、できるんじゃん。悪くないでしょ。水を飲んで。じゃ、また明日。起きなさい。信じられない。まだ薬を持って来なければならあんたにないなんて。あんたは何歳？5つ？早く飲んで。はあ、苦い。知るか。よくもあんたようなの平民が私に口答えするなんて。飲むつもりですか？だよね。明日は自分で薬を持ってきてね。あんたのメイドじゃないから。はあ、文句も言わないでね。この仕事から私は解雇することはできません。パパが経営しているんだから。うわ、また遅れてしまいました。すみませんでした。でも今度こそ薬を持ってきた。どうしたの？薬がまずい？体にはいいんだけどね。あ、いい考えをしました。注射器を持ってきた。だからそれを使って注射することもできます。そうすれば味見をしなくても大丈夫。あれ、代わりに食べてくれるの？わかった。お口を大きく開けてくださいね。よっしゃ、頑張った。うわ、ごめんなさい、あんたの上でこぼしちゃった。すぐに掃除します。わあ、いたいたいた。また来たんですよ、お客様。これを飲めばあっという間に元気になりますよ。
飲めない？なんで？早く治して私と結婚してもらうために持ってきました。入院したいで他の看護踏みたいと思ったか？あんたは私とも愛してないのですか？飲んだ。とっても愛してます。ずっと離れたくない。あなたは私ものの唯一無二の患者なのですから。お客さん、薬の時間ですよ。あら、なんで隠れてるの？苦い？薬ですか？ご安心です。甘い味をちゃんと確かめます。私の唇からね。ほら、こっちにおいで。ちゃんとすべて飲み込むようにしてくださいね。よしよし、いい子ですよ。はい、薬を食べる準備はできますか？あれ、どこ行っちゃったの？嫌い？まあしょうがないよね。健康なものはまずいからね。あ、わかった。あなたのために魔法をかける。見て、おいしくなーれ。味わってください。まだ悪いですか？本当に魔法が切った。私、明日も切ってね。勇者を、悪魔退治の解毒剤を彼らの巣から回収しました。厳しい戦いでしたが、なんとか無事に潜入脱出することができました。急いで、解毒剤がなくなったことに気づかれる前に飲んでください。時間がない。グランドマスターは私の居場所を知りたがっている。忘れちゃったんですか？悪魔に洗脳されているか。あなたの無事でグランドマスターに伝えてる。とりあえず隠れていてください。あ、奴らは近いです。し、聞こえてくる。ふん。奴らの感覚を狂わせるバーリアを作った。そろそろ行かなくては。さらば。我がは切った。喜べ。ん？私の圧倒的な力を恐れているのか？そうっすよね。薬を持ってきた。何？我が送った薬を飲まないのですか？頭がおかしくなったのか。これを我が作ったのよ。神ですよ。あんたはいらないか。回復はならないぞ。いいんです。神である私は理解しなければならない。このような場合、原点に立ち返ることが大切です。ふざけるな。神の贈り物を受け入れるか、それとも地獄で屈するかですか。ほら、最初から普通に飲めばいいんだよ。私がいつもここに来るとは思っていませんから。 Thank you guys so much for 500 subs. We're finally hitting this milestone.Really appreciate you guys for the support. This is one of the longest video I've ever made and voice acted in. This was like completely original script and translated by me. So
really hope you guys liked it, and thank you again for 500 subs. I'm so happy and so grateful for all of you, and yeah, thank you guys so much again, and see you in the next video.